はい、どうも、皆さん、こんばんは。ワドです。今日は2017年10月の3日、11時35分です。よろしくお願いします。珍しく、また、とつまちでもやりましょうか。とつまちやります。よろしくです。ラジオでも、顔出しでも全然いいんだけど、まあ、ラジオでやろうかなと思ってます。あ、行くのこっちをわざつ。強弱さんいらっしゃい。あんまり別に顔出さなくても放送スタイル変わんないタイプなんで、問題はないかなとは思いますけど。あれ？トム・ソーヤ池上さん、家めっちゃ近くない？今歩いてるところ近所なんだけど。え、めちゃめちゃ家近いでしょ、これ。トム・ソーヤ池上って新宿なの？家めちゃめちゃ近いわ。歩いて5分ぐらいのところ歩いてる今。個人的には池上面白みがわからない。まあ好みだからな、全部な。配信が好きか嫌いかはさ、面白いか面白くないかも好みじゃん。あと空気の問題もあって、なんか配信ってこう人が集まれば集まるほど面白いっていう。旅団解散したって巷で聞いたぞ。そうだね、解散したね。巷っていうのがどこになるのかよくわかんないけど、旅団はいないっすよ、もう。今あるのは寄り目団だけどね。ていうかもう、古参のリスナー離れたでしょ、俺の放送。饒舌って結構必要だよな。いや、そんなことないでしょ。喋り下手な人も結構いると思うけど。なんか、大事なのはキャラクターじゃない。俺は結構喋れる人が好きだね。ドレさんとか。饒舌な人の方が俺は好みだけど。必ずしも、必要だとは思わない。外じゃないですよ。家です、家。家です。ていうか、池上さんの家マジで近くねえか。家の近所じゃね？今、外配信なんだけど、マジ家の前通るんだけど。家の前通るよ。ちょっとこれ追跡するわ。トム・ソーヤ池上、家めっちゃ近いじゃん。だって帰宅枠ってやってんの。バックグラウンドで聞ける人の方が俺も好きです。おお、エミちゃん久しぶりはどつ。耳痛えな、マジで。これ、やばいかも。病院行かないといけないかもな。耳が痛い。どこに住んでるんだろう。どんな凸するんですか。何でも凸まちですね。逆にこの番組で和道と喋りたいとか、番組一緒に作りたいって人の方がいいっすね。なんか、喋り上手い人だったらレギュラーでガンガン凸かけてきてもらいたいかな。名前変えたよ。名前変えた。まあ、読みは一緒だけどね、和道だけど。何凸でも構いませんよ。家近。
読みは一緒、ワード。番組作るの面白そうですよね。番組作るっていうか、喋りたいこと喋ろうよっていう。俺のコンセプトはなんか、昔の青春時代みたいに一緒に喋れるっていうか、なんかこう、中二病な枠を作りたいと思ってるから。なんかこう、喋れる人いいっすね。気兼ねなく喋れる人がいいっすね。まあ興味あったら電話かけてきてよ。凸するには LINE 書いてあるんで、凸はこちらあって文字が出てるでしょ。URL クリックすると俺の LINE に飛びますね。で、先にスタンプかメッセージください。凸かけますって。凸受け付けるんで。スタンプ。と作るかな。名前も変わってるよ。名前は結構前に変えたよ。てか俺の家の前通ってるな。めちゃめちゃ家地形は。歩いてすぐだわ。歩いて今1分ぐらいのところにいるもん。スカイプはやってない俺。スカイプ捨てた。LINE の方が便利。かかってこない。かかってきた。あれ？もしあ、もし。どうも。どうも、はじめまして。バドです。よし、ゴリチェルと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よく見てますよ。あ、本当ですか？あ、はいはい。配信者同士の格闘技のやつとか、あと、捨て頃。和道さんのなんすかね、いろんなとこに行って、凸かけたりとかやってるの。俺、凸かけてないよ、全然。凸、旅行配信みたいなのやってません？リア凸？凸じゃないか。リア凸っていうか、はい、そうですね。で、よく見てるんで。あざーす。ああ、ちょっといい人だなと思いながら。いや、悪い人っすよ。人間でも腹黒くないとですね。いや、腹は黒くないけど、嫌なやつですよ、僕は。嫌 なやつっす嫌か？な、嫌なやそうつなんですです。か？でも、カズ軍曹と仲がいいんですよ、自分が。あ、そうなんですか？へそうですね。たまに、向こうの配信見に行ったり、で、自分も配信してるんですけど、まったり配信なんですけど、で、たまに見に来てくれたりとか。ふわっちでやってんすか？ふわっちやってますね。もともとツイキャス4年やってて、で、ツイキャス引退して、で、ツイキャスのリスナーさんから、ふわっちってあるよって聞いて、で、ふわっちに来てって感じですかね。なんでツイキャスやめたの？ツイキャスですか？ツイキャスはもう、プライベートの話になるんですけど、もう彼女から嫉妬されて、まあ、あるあるっすね。ですね。で、まあ、ふわっちの方は、配信すると自分にポイントが貯まるよみたいな話をして、うまく、ちょっとやらせてもらってるって感じなんですけど。
おお。え、そうですね。実際出会いとかありました？ツイキャスで女の子と。ツイキャスで女の子が基本多いんですけど、まあ、うん、出会い自分求めてないんで。あ、そうなんだ。よ、そうですね。もともと配信スタイルっていうのが人の相談に乗ったり、ただまったり雑談したりっていう。うん、へ、あと、まあ、筋トレが好きなんで、はい、まあ、夜に筋トレの配信したりとか。へ、ですかね。上腕二頭筋どれくらいの太さあるんですか今。上腕二頭筋ですか、どれくらい。上腕二頭筋ってどこやってるんですかね。胸筋ですか。腕周りですね。腕周り。あ、腕周りですか。36センチです。おお、なるほどなるほど。結構太いですね。ありがとうございます。で、カズ軍曹にも言ってたんですけど、うん、その格闘技のやつ自分も出たいって言ったんですけど、はい、まあでも東京の池袋で会ってますって言われたんで、あ、行けないなと思いながら。え、どこら辺なんですか住んでんの。じゃあ、あの九州なんですよ。あー、無理っすね。ですよ、うん、で、もともとボクシングやってて、へえ、10代から20代後半までなんで約10年近くやってて。プロだったんですか。いやいや、プロなってないですね。いや、ご信用みたいな感じ で、うん、で大阪の北大阪ジム行ったりとかいろいろしてたんですけど、はい、はい、そうですね。で、今はもうやってないで、もうブランクが10年ぐらい。もう40なんで。ほう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 。はい、あ。あ、もう40なんですか。もう40ですね。声若いですね。なんで、ツイキャスの配信主で言うたら、あの、はい、誰ですかね。あの、ゆいがさんと同い年ですかね。ああ。黄金世代じゃないですか。そうですね。そうですね。金梅さんとか。言ったら、それぐらいの、はいはい、そうですね。うん。一生ぐらいの値段ですね。なんで、今まで配信者でリアトツした人が DJ さんですかね。九州に来てくれたんで。はいはいはい。はいはい、それぐらいですかね。で、今度自分大阪行くんで。で、その配信回していくんですか。はい、はい。配信で自分のリスナーさんに、あの、うん、いつもこう支援してくれてるっていう、あの、還元祭じゃないですけど、うん、あの、自分長崎なんですけど、うん、で、まあまあ、手ぶらで行くのも悪いんで、カステラを買ってお土産で持っていこうかなと思って。文明堂ですか。そうですね。文明堂美味しいですよね、めちゃめちゃ。美味しいですね。うん、なんでよかったもん、和道さんとかも来てくれないかなとか思いながらですね。東京ですもん、大阪遠いっすよ。あ、本当ですか。うん、あ、全然。ぜひね、もう、あ、そうなんですね。めちゃめちゃ遠いっすよ。あ、で、まだあれやらないですか、あの、またガチの格闘技の、あの、前トーナメントかなんかやってらっしゃったじゃないですか、パルパルとか入って。あれはだってあれですもん、便所太郎さんが主催でやってたんですもん。ああ、そう、だから、なるほどですね。便所太郎さんの企画があって、お誘いがあったら出たいなとは思いますけど。はいはい、うん、僕の企画じゃないんで、あれは。なるほどですね。うん、チューブとかで、関西らへんであるんだったらですね、自分も参加したいなと思うんですけどね。ああ、東京来ちゃえばいいじゃないですか、遠征。東京ですか。いや、俺シングルパパなんですよ。で、はいはい、あんまり遠くまでは、あ、そこそこ子供連れて行く、そうですね。きついですね。もう学校が連休の時じゃないと、うん、上の子が発達障害なんであんまり出歩けないんで、うん、あ、そうなんだ、うん、アスペスか。そう、はい、アスペルガーズか。そうですそうですそうです、はい。なんでですね、そんな遠出まではできないな。大阪はまあ、はい、子供の連休使って学校の連休使っていくんで、はい、10月の、うん、今度の日月ですかね、うん、使っていくんでいいんですけど。へ、まあ、できた東京行けたらいいですけどね、うん、一度皆さんと会ってみたいなと。九州だと有名な配信者誰かいますかね。九州、九州っすか。稲子か。今誰かいますかね。稲子とか。ああ、ですかね、うん、誰か。長崎はいないですよね。長崎いないですね。ですよね、うん、あんまり。ちょっと売れたらいいなと思いながら。長崎代表って言って長崎リスナーをくっつけていけばいいんですよ。あー、なるほどっすね。地元のリスナーさんに愛されるから。はいはい、うん、あー、なるほどっすね。結構3倍目ヒカルくんとか東北ナンバーワンって名乗ってましたよ昔。おー、うん、いいっすね。ツイキャスだったらいるんすけどね、こっち、うんうん、小もげさんとか、うん、なんか落ち武者みたいな人とか。へー、いるんすけど、ふわっちではいないっすもんね、はい、あんまり、うんうん、聞いたことないっすね、長崎。はい、小もげさん聞いたことあります？あ、わかんないです。わかんないですか。あの、リッピーって人の枠によく現れてる。へー。ツイキャスのですね、なんか、ABC のヤスに似てる方の枠によく来てらっしゃるんですね。おー。あ、わかんないですね。ツイキャス全然見ないんで。はい、うん。あ、そうなんですか？ツイキャス全く見ないです。ていうか、配信自体僕見ないですもん、あんま。あー。うん、もうじゃあ配信一本みたいな人のは見ないぞみたいな感じ
いや、見ないぞとか決めてるわけじゃないんですけど、なんか、やることばっかりで、全然見ないですね。あー、なんかテレビばっかり見てます、昔の。YouTube に動画が上がってるやつ。いいですね。うん。自分がですよ、配信真面目にできないんですよね。あの、自分、今、個人経営者なんで。はい。はい。経営で仕事をしながら暇を塗って、あの、配信やってるんですよね。趣味で。そうですね。もともとツイキャスとか全部趣味で。いろんな地域の人と いろんな絡みとか情報を共有したいみたいな。何系のお仕事されてるんですか、差し支えなければ。あの、便利屋さんです。何でも屋です、ね。へー、儲かるんですか、便利屋さんって。そうですね、商品も言うたら悪いですけど、儲かります、ね。へー、何系の仕事が来るんですか、珍しいのだと。何でも屋って。珍しいのだと、ですよ、多分、他の人の仕事ではないでしょうけど、結婚 あの出席代理人とか。結婚式のですよ。何それ面白い。前日に、本当は出席しないといけない親族の方とかいるじゃないですか。例えば親戚の方とかが、その当日になって、ちょっとごめん、用事で出られないとか、病気で出られないってなった時に、その枠を埋めるために急遽呼ばれるっていう。はい、でもバレるじゃないですか、結婚式とかだと。いや、バレないですよ。その友達の枠に入れてもらうんで。どういうこと、どういうこと。親族がいて、例えば友達とかの枠があるんですよ、テーブルって。はいはい、ありますね。たらその友達の枠の方で自分を埋めてもらう、そこの席が、あいつはそこを埋めるっていう感じですね。で、あたくも前から知ってるかのように会話をするっていう。それで時給2000円もらえるんですよ。結構いいっすね。いいんですよ。で、ただ飯食えるじゃないですか。はい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 、はい、スーツさえ着てれば。マジで。そんな、そうですね、そんな仕事と、あと、はい、高齢者から、この前珍しかったのが、ちょうど長崎に来てらっしゃって、親族とか身内がいなかったらしいんですよ。はい、で、なんか手術をしないといけないってなったらしくて、はい、で手術するのに一人じゃ不安だから、ちょっと便利屋さん付き添ってもらえませんかっていう依頼があって、はい、なんで、手術室の待合室で4時間待ってました。ただ待ってるだけですか。成功するか失敗するか怖いから見ててってことですよね。見ててっていうか待っててってこと。そうです。要は手術室に入るまでが怖いのと、出てきた時に誰か見て安心してしたいみたいなやつですね。へー、面白い。まあ、それはもう時給はもうそれは決めなくても、もうその気持ちだけでいいですよっていう話になって、もう手術受けるんだからだいぶお金かかるんで、もう気持ちでいいですよっつって、はい、で気持ちだけもらって、はい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 、あとは、はい、2週間前に孤独死された方の部屋のハウスクリーニングとか。それ時給いいんじゃないですか。時給いいですね。それハウスクリーニング、吐血とかあったんですよ。お風呂場に。そういったのも綺麗に洗って、1K だったんですけど、それで4,50もらったんですね。ああ、でかいですね。儲かるって言いますもんね。でかいですね、そういったのですね。はい、あと、遺品整理とかですね、儲かるの。はあ、じゃあもう本当に何でも連絡来るんですね。そうですね、何でもですね、悪いこと以外は何でもしますが便利屋さんなんで、はいはいはい、はい、そうですね、まあ、できないことはできないって言うんですけど、ある程度のことは、はい、それ集客はどうやってやってるんですか、インターネットですか。そうですね、フェイスブック、まあ言っちゃフェイスブックで自分でページを作って、Facebook、それをホームページとかで見れるようにして、フェイスブックのフェイスブックページだけでもう来ちゃうの、問い合わせが。そうですね、それと、あと口コミですね。へ、自分はチラシとか配ってないんで、あと宣伝も全くやってないんで、はい、マジっすか。はい、それで食っていけるんだ、すげえ。もう何年ぐらいやってるんですか。いや、まだ自分去年独立したばっかりなんで、去年の10月に、はい、なんで、今月の、はい、20日で1年ですね。でもすごいっすね、1年うまくいくって。そうですね、今もだいぶ忙しくなって、今合間で和藤さんと電話してるんですけど、今もお客さんのところに向かってる最中で。今回どんな仕事なんですか。簡単な仕事ですよ。カラーボックスを3つ買ってきて、はい、家に行って組み立てて設置するだけです。何それ、カラーボックスを3つ。そんな仕事、誰が依頼するの。何それ、カラーボックス。基本が高齢者ですね。はぁ。言うたらもう70、80のおばあちゃん、おじいちゃんとか。はいはいはい。まあ、若い子が頼むのはもう本当なんか、楽な仕事が多いですけどね、うん。ちょっとこれ処分のやり方わかんないから、不要品処分してもらえませんかとか。ああ、なるほどなるほど。そうですね。はい。とか、もう、あと指輪をちょっと庭でなくしたんで探してもらえませんかとか、若い子は、そっちが多いですね。でも面白いですね。なんか仕事。本当ドラマみたいですね。そうですね。うん、結構、
結構楽しいですよ。もうやっぱりみんなからありがとうという言葉をもらえるっていうこの仕事が。はいはいはい。すごい、何でも屋さん。もういいですよ。今多いですよ、何でも屋。あ、そうなんですか。多いですね。もう多分、うん、東京方面、関東方面でもあのテレビでもあってるんですけど、うん、はい。なんかファミリーっていうでかい会社があって、関東方面は、はい、そういうのがテレビで出たりとかしてて、うん、あとこっちも長崎だけでも多分100社以上、あ、そんなにあるんですか。そうですね、あの便利屋業界競争率激しいんで、はい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 、まあ、自分個人なんで、はい、他の便利屋さんみたいなのチェーン店とか、はい、そんなんじゃないんで、ある程度値段で勝てるんですよね、自分下げれるんで。なるほどなるほど、はい、まあ、そこで買ってもう顧客を一生懸命集客して、うん、リピーターに変えてみたいな。へー。で、まあ、そこから今度口コミでここ安いよとここいい人よとか迅速よみたいなやつで、うん、ずっと幅広く広げてってもらってて、うんうんうん、でももともと長崎だけだったんですけど、今佐賀県福岡とかあと熊本大分でどんどん広がっていってるんで。へー、自分の噂が佐賀ですね。はい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 。なんで今九州北部地方はもうガンガン回ってるっていうか。すごいっすね。あ、いや、もう、もともとなんで起業しようかなと思ったんですか。ビジネスアイディアっていうかきっかけは。いや、もともと便利屋さんにいたんですよ。全国チェーンの便利屋にいて、はい、でそこで、まあある程度全部覚えるじゃないですか。覚えた時にやっぱり給料が上がらないんですよね。あ、まあそうですね。全部覚えても例えばランクが上がっても給料がさほど上がらないんですよ。ただ、まあ、自分の頑張ってる能力に対して、うんうん、この給料かと思った時にこれひょっとしたら自分でしたらもっといけるんじゃないかとか、はい、もっとこうありがとうもらえるんじゃないかとか、うんうん、実際上がったんですか給料は。最初は苦労したんですけど今はめちゃめちゃ上がりましたね。その時の多分10倍ぐらい、上がってますね。10倍。そうですね、多分そうですね、うはうはじゃないですか。フラッチの配信者さんと変わらないぐらいか、うん、それ以上か、すごい。じゃあもう大成功ですね。ですね。でもこのまま行けばですね。で、うん、自分今一人でやってるんで、うん、これからまあ来月か再来月ぐらいからは、はい、従業員を入れてちょっとやろうかなと思ってちょっと落ち着いてきたんですね。ですよね。事業拡大できますもんね。ノウハウ。そうですね。そうですね。でも会社の中でその講習とか全部実地とか全部やらせて、うん、技能とかで覚えさせてからいざ出して、うん、今度コミュニケーション能力をつけさせてあげてっていうのを。うん、まあコミュニケーション大事ですもんね。そういう大事ですね、うん、そうです。面白い。いやもう結構面白いですよ。もう本当は頭悩まされる仕事もありますけど、うん、どんなのだと困るんですか。やりたくないやつありますよ。天井裏で猫が死んでるんで回収してほしい。あのウジ虫が落ちてくるって言われたんですよ。それは飼い猫ですか。ペットの猫じゃん、放置してた。いや、あの野良猫ですね。あ、野良猫がそうですね、猫って人の見えないとこで亡くなるじゃないですか。そうですね。がたまたま天井裏で死んでるんですよ。はい、はい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 。でまだ異臭がするんですよ、動物の。こうこれは死んだばっかりだなと思って天井をはぐったところまだとろけたばっかりで、うわーきついっすね。はい、もうさすがに吐きましたね。あそれは嫌だな。それ回収でまあ5万ぐらいもらったんで。あ、まあでもでかいですね。でかいですね。うん、確かに。いろいろですね。イタチ駆除もするし。イタチ？ハチ駆除。はい、イタチですね。イタチとかテンとか。はい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 、はい、はい。の駆除ですね。家の中に入ってこないように、うんうん、天井裏に。まあ、そういった部類は得意なんでいいんですけど。はい。そうですね。もういろいろ仕事、建設業がもともと好きで。はい。で、いろんなことを経験してきたんで、今ちょっと役に立ってるかなって感じですね。いいっすね、いいっすね。そうですね、もともと大工と飛びとあとシュラリ消毒とかやってたんで、はい、もうじゃあ今人生で仕事が一番楽しい時期なんじゃないですか。楽しいですね。ですよ ね、やればやるだけ儲かって。そうですね、もう本当、うん、もう毎日でも仕事くれって感じぐらいのできたらもう暇埋めてみたいな感じです。安定してくるんですか今は。もう今安定してますね。あと不動産屋さんとかからも仕事もらったりするんで、ハウスクリーニングとか、 あと長崎自衛隊とかが多いですよね。はいはいはい、自衛隊とか米軍基地とかがあって、で自衛隊感謝のハウスクリーニングとか、あと自衛隊感謝の周りの草払いとかもやってるんで、うん、なるほどなるほど。もう業務提携していくと強いですもんね、はい、あの仕事が固定でもらえるんで。そうですね、で一般客だけだと限界があるけど、やっぱりそういったところを捕まえていくと安定してくるっていうのがあるんで。
いいですね。あとはもう葬儀屋さんとかも 手を組んで、例えば亡くなられたところの親族さんが遺品整理に困ってるっていう時に自分に流してもらうとか。いいですね。はい。なんかリスナーさんでもいるんですよ、やっぱ遺品整理ですごい儲かるから和道もやればって言ってくれてる人とかもいて。ああ、やる儲かりますよって言いますよね。もう本当に最初にノウハウを覚えちゃえば、あの若い子に仕事振って全然儲かるぞって。そうです、そうです、そうです。うん、でなぜ儲かるかっていうと、はい、あれ遺品整理って不要品処分みたいなもんなんですけど、はい、その後に例えば全部のものを所有権がこっちに移ったような感じじゃないですか。全部もうお任せします、しててくださいと。そうですよね、はい、だから言うたらそこに置いてある金属とかも自分のもんなんですよ。ですよね。あれ販売しいいらしいですもんね、はいはい、その遺族の人もいらないって。孤独死の方が多いからって。そうです、そうです。触りたくないとかですね、いろいろいるんで。ですよね。でそこからプラスマイナスが、プラマイゼロじゃないですけど、まあ、プラスアルファが生まれるっていうので。すごいよな。で処分量を減らす方法もあるんですよ。え、どういうことですか。例えば、まあ、そこで出た衣類とかあるじゃないですか、はい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 、それは自分支援物資で回してるんで。なるほど。あの恵まれない国に、はいはい、が、あの例えばあの大きいコンテナあるじゃないですか、船で運ぶ、はい、あれを1個のコンテナが5トンとするでしょ、はい、5トン満載に積んで渡すと3万円もらえるんですよ、はい、だから処分で出た洋服からお金が生まれるっていう。すごい世界ですね、本当にですね。5トンで3万円なんだ。賢くいろんなルーツっていうかツールっていうか覚えておくと、うんうんうん、まあ、そこでいろんな、まあ、収入が得られるっていうのが、うん、便利屋さんのいいとこかな。夢はあれですか、もう九州全土に会社作る感じですか、支店を。そうですね、今とりあえず事務所が長崎と、うん、佐賀とあるんで。でもまあ、はい、言うても自分一人なんで従業員が、はい、これからちょっと募集かけて人増やしていこうかなってとこなんで。夢がありますね。ですね。もう本当いい仕事を始めたと思いながら。いやー、いいっすね、いいっすね。そうですね、うん、でもまあね、腹黒さをあんまり表に出すと、うん、自分口コミ一本なんで悪い口コミが広まっちゃうんで。そうですよね、大事ですよね。ですね、うん、そうです。信用が。なんでお客さんに対してはもう親身になって相談に乗るっていうのは絶対忘れないでやってるんで、うん、はいはいはい。それをここでも活かせたらなと思って、あの、うん、雑談枠なんですよね、基本が。ああ、なるほど。そう、いろんな人の話に親身になって相談に乗るっていう。なるほど、なるほど。そっから、はい、言ったらもう、はい、学べることも、自分のプライベートにでも役に立つっていうことで。なるほど。で見てたら、和道さんはあのコミュニケーション能力がめちゃめちゃ高いんで、僕はいい勉強になるなと思って。もともと営業マンだったんですよ。あ、そうなんですか。で、あの、昔、若い頃会社やってて。はいはい。なので多分その癖ですね。ああ、いや高いですよね、はい。もう見てて聞いてて、あの話術がすごいと思いながら。あ、いえいえいえ、そんなそんな。いや、もういつも勉強させてもらってますんで。いえいえ、とんでもないです、とんでもないです。はい、これからも頑張ってください。自分ちょっとお客さんのとこ着いたんで。了解です、頑張ってください。はい、ありがとうございます。そしたらまた頑張ってください、配信。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、失礼します。失礼します。ゴリチェルランドさんでした。ふわっちで配信もやってるみたいなんで、ぜひゴリチェルランドさんフォローしてください。次トツかけたい方がいたらどうぞ。面白かったね。まあ仕事を楽しそうにやってる人はやっぱかいいよね、なんかね、幸せだよね。うん、勉強になるね、勉強になる。もしあの雑談で本当何でもいいですよ、うまく喋る必要全くないんで。もし面白かった人はアイテムください、お願いします。聞いちゃうよね、面白かったよね。やっぱあの実際に経験してることは面白いよね、うん、経験者の話は面白い。あ、ありがとうございました。お仕事頑張ってください。お客様のところに着いたらしいので楽しかったです。バーガーありがとう、バーガーありがとう。
あ、カルンさんもバーガーありがとう。いつもありがとう、マルさん、カルンさん。どんな凸がかかってくるかな。喋りうまい。やっぱ生主や長くやってる人は喋りうまいよね。聞けるよね、全然。ベコボコランドいらっしゃい、お久しぶり。アイテムありがとう、お久しぶり。切っちゃった。新しいサムネになったよ。ありがとう、花火。花火ありがとう、花火ありがとう。
ギターの練習ですか。新しい季節はなぜか切ない日々で河原の道を自転車で走る君を追いかけた思い出のレコードと大げさなエピソードを疲れた肩にお昼いってらっしゃいぶら下げてしかめ面まぶしそうに同じセリフ同じ時思わず口にするようなありふれたこの魔法で作り君の手を離さぬように大きな力で空に浮かべたらルーラら宇宙の風に乗る一緒にいたかった隣で笑ってたかった季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったままあなたのいないいない右側に少しは慣れたつもりでいたのにどうしてこんなにこんなに涙が出るのもう叶わない思いなあなたを忘れる勇気だけ欲しいよ今でも覚えているあなたの言葉肩の向こうに見えた景色さえもそう忘げ星が森へ帰るおお松田いらっしゃいさっき放送やってたねこんにちは松田顔出し配信しないのかないつもラジオ放送だよね。ね。ああ、俺は歌い手だからね。俺はうまいよ。100人が聴いてるからね。
いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。CD 出るよ。雨はこの街に降り注ぐ少しのリグレット罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける君の声が今も胸に響くよ。それは愛がさまよう影、君は少し泣いた。あの時見えなかった。アマゾンちゃんいらっしゃい。徳永よく歌ったね。ハモリ歌ワイヤーでいらっしゃい。昼休憩かな。知らず歩いてきた遅く。おい、マセヤいらっしゃい。ちょっと爽やかな方にしようか。爽やかな曲歌おう。よいしょ。君を忘れない、曲がりくねた道を行く。生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない。くすぐりあって転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びをつぶれるほど抱きしめて、こぼれそうな想い、汚れた手で書き上げた。あの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水で閉じ開けて、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく。愛してる響きだけで強くなれる気がしたよ。
触れ合いたい。どんなに歩いてもたどり着けない、心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いて歌おう。春の風に舞う花びらに変えて、なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。ハートありがとう。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢を追いかけ走って、転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びます。君がいた夏は遠い夢
か、あ空に消えてった打ち上げ花の髪の香り弾けた浴衣姿が眩しすぎてお祭りの夜は胸が騒いだよ。はぐれな人混みの中離れないで出しかけた手をポケットに入れて握りしめてた。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花火。花火ありがとう。カルンありがとう。スノーアリー将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最高の思い出を。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。ああ、花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく、ああ、風が時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさよなら、切ないよね。最高の思い出を。ああ、夏休みもあと少しで終わっちゃうから、ああ太陽と月仲良くして、嬉しくて寂しくて喧嘩もいろいろしたね。二人の
秘密の基地の中、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔でさら切ないよね。最高の思い出を。ほんの小さな出来事に胃は傷ついて、君は部屋を飛び出した。空の下に編みかけていた手袋とライカケの洗濯物、シャボンの泡が揺れていた。君の香りが揺れてた。絶え間なく降り注ぐこの雪のように、君を愛せばよかった。窓に降り注ぐこの雪のように、二人の愛は流れた。トツかかってこねえんだからしょうがないでしょ。ビルが見える教室で二人は机並べて同じ月日を過ごした。風船ありがとう。少しの英語とバスケット、そして私はあなたと恋を覚えた。卒業しても私を子供扱いしたよね。遠くへ行くなよと、半分笑って半分真顔でバガーセンキュー抱き寄せた。低い雲を広げた冬の夜、あなた夢のように死んでしまったのの。今年も海へ行くって
いっぱい映画も見るって約束したじゃない、あなた約束したじゃない、会いたい。ふう、高谷渡つ。おさじさんいらっしゃい。風船ありがとうございます。ええ歌だな。あなたに会えてよかった、あなたには希望の、わかんねえなこの歌。おいピピいらっしゃい、ワード2。最後の歌です。こんにちは。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないと信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。ごめん音程わかんないこれ。最後の曲何にしよっかな。これにしよう。Do you have a time to listen to me? Why about nothing and everything all at once? こんにちは。I'm one of those melodic magic blues, neurotic to the bone, nobody.Sometimes give myself the creeps. Sometimes I trick it on me. いいの、遅いなこれ。あ、なんだっけ。I think I'm crying up. Am I just paranoid? I just don't.I want to sing tonight my dreams. She said it's the... なんだろうこれ、わかんない。やめだ、次ダメだ、これラストンダメだ。ちゃんと歌える歌ラストンにしたい。こんにちは。これにしよう。あれ。大都会に僕はもう一人で投げ捨てられた空き缶のようだ。互いのすべてを知り尽くすまでが愛ならば、いっそ永遠に眠ろうか、ろうか。世界が終わるまでは離れることもない、そう願っていた。幾千の夜と戻らない時だけがなぜ
輝いてはやつら来た心までも壊す儚き想い、トラジディーナイ昼か。はい、クレームがひどいんで歌やめます。暑いな。釈迦、大丈夫？釈迦。うん。前に言ってたギターするときってコメントの動きが悪いときだっけ？いや、最近は別に普通に歌ってるけど、前は言ってたね。アンチコメントがひどくなったら歌を歌うとアンチコメントが消えるっていう魔法の歌だから。耳痛えな。今日は耳がひどい。歌っていいよね。あー、耳痛い。もうマジ無理。ヘッドホン外すわ。自分の音で頭おかしくなりそうだ。
グッズのデザインっていうか、あのサムネを変えましたね、これに。サムネ、うん、 T シャツとかもこれで作ろうかなと思ってるけど、うん、いつもと声違う？俺なんかね、右耳がね痛いんだよね。あ、早く治るといいけど。もうスピーカーからスピーカーついてて、ヘッドホンから流れてる音で、なんだろう、昨日なんかやったかな。カラオケか、カラオケだ、カラオケで。多分ね、テルチャンピンの耳もぶっ壊れてるはずですね。自分で歌って自分の耳が壊れてるんで、 X が良くなかったね。 X がドクロ、サイコパス感が出てるでしょ。サイコパス感がかっこいいよね、これ。とりあえずグッズはパーカー作ろうかな。どうしよう、これは結構いいなと思ってる。中二病感が出てるよね。中二病感が。ドクロいいよね。バージョンアップしました。僕のサムネイルが。赤今回入れなかったね。このデザインだとどうしても白黒の方がかっこいいってなって、赤の方が目立つんだけど、今回は白黒でいった。赤は入れなかった。モノクロだね、今回は。前からね、ドクロ入れたいなと思ってたんだけど、結構うまくはまってよかったかな。結構いい感じにドクロがはまったんで、気に入ってますね。赤白黒だよ、赤白黒。まあ最近ね、赤が目立つようになってきたけど、髪の色とか赤にしたから。もともと黒と白も好きだよ。ニコ生プレアカーやめたんだ。まあまあいいんじゃん。もうニコ生に面白い人なんかいないよ。余談はもう解散したけど、
どうもなってないよ。旅団は解散した。退屈だな。暇だね。ハッチとかは分かんないっていうか、リスナーが何やってるか分かんないから別に、うん、忙しいんじゃないの普通に。仕事で出世したとか言ってたよ。半年ぐらいもう全然コメント書いてないよ、ハッチとか。あ、忙しいんでしょ。あ、リスナーさんの場合秋とかもあるじゃん、忙しいプラス。俺はそれをコントロールすることはできないかんな。まあ、また暇になったら見てくれんじゃない。背景赤はダメだったね。あんまかっこよくなかった、うん、赤もやってみたんだけど、あんまり良くなかった、ね、ダメだ、ネイル合わないわ、やっぱ俺。ネイル落とすわ。爪切りたい。爪伸びんの早いからさ。ネイル落とします。ダメだ。おい、バレーに渡す。あー、厨房一人回しはきついね。ワンオペってやつか。ワンオペではないか。厨房一人はきついな。
カラオケはね大変だよね。フォローありがとう。フード地獄。孫子がワドを毛嫌いしてるよ、なぜ。知らない、なんか前からなんだよね、すげえ嫌なんだよ。なんか仕事手伝ってくれって言われて、で手伝ってたんだけど、そうなんかそれ断って、配信者復活したらめちゃめちゃディスられて、もう嫌だよねそういう、なんか人の行為を踏みにじる人俺嫌い。なんかめちゃめちゃ嘘ついてさ、なんか報酬は俺生活保護受けてるから別口座で頼むとか言われたとか、めちゃめちゃ嘘つかれてんの。それ逆で、俺生活保護受けてるから報酬とかいらないよって言ってたのよ。だから実際受け取ってないの。本当に頭くるよな。何なんだろうね、大っ嫌いだよ俺、嘘つく人嫌い。ずっと相談に乗ってたのに、プライベートで。ネイルって一回つけると落ちないな。かっこいいよね。サムネ俺も気に入ってる。てか爪が落ちねえ全然。はいこんにちは。
余談誰辞めたの？解散。全員辞めた。和道は影噂え？和道は噂でを信じて嫌いだったけど、自分の過去を暴露して好感を持てるようになった。俺自分の過去を暴露どころじゃなくて、その詐欺のことも何のことも全部俺から話してるんだよ。なんかリスナーさんにめくられたと思ってる人って誤解だよ。なんかリスナーさんにそのなんつうんだろう、なんかお前昔悪いことやってただろうって言って暴露されて、俺がなんか隠してたみたいに思ってる人いるけど全然違うからね。俺からもともと話してる情報だよ。全然隠してない。昔から聞かれたら答えてるもん。隠してもしょうがないしね。隠して変えられる過去だったら全然変えたいわ。やっぱ過去は変えらんないっすよ。ダメだ、爪ダメだ。全員やめたよ。過去に何があったの？めんどくさいから検索してくれ。もう何百回も話してるからめんどくせえわ。さんに600万詐欺したって本当？おばあさんの600万円詐欺された事件で逮捕されたのは本当だよ。サイコパスウィキで検索すると和道がどういう人か全部書いてある出し子っつうか。やめたっつってんの、しつけえな。何回聞いたらわかんだよ。やめたっつってんだろ。もうリスナーじゃないって。なんで同じことを何回も聞くんだよ。
さっきからずっとそう言ってるだろうがよ。何回何回聞くんだよ。いやもう辛いよね、ずっと同じ質問をね答えないといけないからね、苦痛だよ。でその配信をしたとこ、その質問をしたところ何かが発展するととても思えないからさうん、やめたよ以上だよね。だしなんかみんなそのどういう風に考えてるか分かんないけど、俺が一人一人のリスナーさんとこまめに連絡取り合ってると思う？プライベートで取り合ってないじゃん、まずでしょ、もっと取り合ってないわけじゃん。そんなことをしてたらでもちゃんと答えるんだよね、一応まあ聞かれたら答えるっしょ。リスナーさん一人一人が今どこで何やってるかなんて全然把握してないよ俺。あ、最近来ないねで終わりだよ。それ以上もそれ以下もないよ。何人リスナーいると思ってんだよな。年寄り騙して金引っ張ったんだよねと、お前に何の関係があるんだよお前に何の関係があるんだよ、うん、お前らに何の関係があるの、逆に聞きたいんだけど。でもしそれが事実だとしても嘘だとしてもどうするの。いっちゃんここのリスナーだよ、昔からいるよ、結構付き合い長いよ。お前らに何の関係があんの？そんなの知ってて見てるんだよ、うちのリスナーは。バカが。知ってて見てるっつの。大体何年前の話してんだよ。俺が生主始める前の話してんだぞ。ダサいな、お前。おめえがダサいわ、ほんとに。嫌な流れだね。ブロック入れます。はい。ごめんね、カルン。ブロック入れよ。お疲れ、そうそう。はい、ブロックでーす。旅団に入ってた人、タヌキとかで叩かれたりするのかわいそう。知らねえよ。俺のせいじゃねえだろ、叩いてる奴が悪いんだろ。前田もいらっしゃい。俺が悪いの？タヌキに書いてる奴が悪いだろ。タヌキなんか見るなよ。そもそも。ところでどうやっておばあさんをどうやって騙したのか具体的に教えて。友達が会社をやってる時に、
弟の後輩、要は俺の後輩だわな、弟の同級生、知り合いね、昔から知り合いの男の子が、その男の子から電話かかってきたの。後輩から。弟の同級生。で、知り合いの人の会社で困ってる人がいると。営業マンが足りたいんだけど、誰か探してるって言ってて。で、動ける人いますかって言って。あ、俺空いてるよっつって。で、書類も揃ってる。契約書も揃ってる。現金も用意してあると。で、俺は実際訪問をしたと。伺って、こういう高校会社のこういう契約ってまとまってますか？まとまってますって。お金の用意ってできてますかって。できてますつって。じゃあ、代理のものなんで、つって、受け取ると。で、これをその会社の人間に渡したと。会社の人間だと。それが半年後に思いっきり詐欺でしたよって話の。うん。おう、仕事帰りよ、お疲れ様でーす、翔平さん。うん。トコトコさんはどつ？うん。学生の元旅団の人とか叩かれまくってるし、旅団アイテム投げた人も叩かれてるし、かわいそう。あ、そうなんだ。かわいそうなんだ。そうですね。はい。かわいそうですね。はい。そうですね。かわいそうだね。そうだね。はい。そうだね。かわいそうですね。で、君は何が言いたいの？で、そうだね。うん。リアタツやめたよ。かまみさんいらっしゃい。かわいそうって何なんだよ。そんなもん俺なんか毎日毎日叩かれてるわ。俺の方がかわいそうだわ。あ、いってらっしゃい。いや、うん、かわいそうだねって、それ以上出てこないよ。何も。だって俺どうすることもできないもん。そのいなくなったリスナーのことをどうすればいいの俺は。なんで答えればいいの。直接だから DM 送ってあげればいいじゃん。かわいそうですねって。かわいそうですねって言ってやればいいじゃん。うん。そもそもなんか押しってつける意味がよくわかんないな。押し消すといろいろめんどくそうだ。そうだし、いや宣伝効果じゃん。うん。やめちゃった。うん。2時からです。配信者は叩かれてなんぼですよね。アンチはいるし。俺はもうアンチとかよくわかんねえな。気持ち悪いな正直。正直気持ち悪いかな。お腹痛いとかじゃない。だって、どうすりゃいいの？じゃあ、だってさ、リスナー見るのも自由、見ないのも自由なわけじゃん。で、見なくなった人が叩かれてますよ、掲示板で。かわいそう。そうだね。終わりでしょ。それ以上会話が広がらないよ。うん。どうにもならないでしょ。アンチとか気持ち悪いよね、普通に。うん。なんで嫌いなもんを見るのかわかんないもん、俺は。嫌いなものを見て楽しむっていう特殊な性癖を持ってる人たちでしょ。暇だよな。羨ましいよ。いや、暇すぎるでしょ。そう。だって本人が見るのをやめるっていう判断を勝手にしたわけじゃん。で、見たきゃ見ればいいし、見たくなきゃ見なきゃいいってだけじゃん。うん、そう、見る見ないは自由だから。そうそうそう。で、その、見てくれってお願いしてるわけではないじゃん。告知は打ってるよ。で、見てくれた人には感謝はしてるよ。もちろん。だけど、
その一人一人に挨拶メールとか送ってるわけじゃないから、今放送してるからちょっと見に来てくれよとかないでしょ。来た人いる？いや今日の枠は神回だぜ、ぜひ見てくれとかメール来ないでしょ。電話とかかかってこないでしょ、今配信中なんだけどって。うん、で叩かれたら何、掲示板で書かれたら何がかわいそうなのか全然わかんないんだけど。俺はホームレスになったの、生ポになったのはホームレス、病気は関係ない。和道旅団に入ることを強制したならかわいそうかもしれんけどな。うん、強制ってできんの？俺に強制権とかあんの？わかんないけど、ないでしょ強制権って。全然わかんないよもう。頭湧いてんな本当に。元旅団の名前は覚えてんの？覚えてる人いっぱいいますよ。はい。覚えてない人もいっぱいいます。はい。そうそう、金魚すくいのやつ、これ。いいよね。金魚すくいの時の。石野はね、生ポ受けるのはダサいって言って、なんかかっこ悪いって言ってたね。俺は絶対受けないって。本人のポリシーなんだって。おはよう、たけさん。おはよう。バンドの旅団の人とか若い旅団の人とか覚えてるの？リアトツした。あのね、俺がね、今までね、何人リアトツがあったと思ってんの？あのね、毎日外出たら、声かけられるんですよ。一人一人覚えてないですよ。
あのね、外に出たら駅とかで和道さんですよねって写真撮ってください、握手してくださいって、あの何回も会った人でも覚えてない人もたくさんいるよ。申し訳ないけど、そのバンドの人とか若い人とか覚えてるけどね、リア突した人全員なんて覚えてません。うん、老人になったらどうするどころか、今路上生活者だからね、一緒は今がやばいかんね。俺は生活保護全然受けていいと思うけど、一緒はもういいよ。なんなの、シャイニーっていう人は捨て垢なの、そう本人なんじゃないの、覚えててくださいってこと。入れ墨入れたいと思いますね、はい。でも温泉好きなんで、あと入れてる人にやっぱやめた方がいいって言われるんで、うん、入れないっていう判断をしてますけど、入れてないっていうか、入れたいなっていうのはあるよ。でももうね、医師免許ないと入れらんなくなっちゃったからね。医師のはバン復活あと5日に解除って言ってたから、あと2日かかるね。はいはい、頑張ってね。おじさんですけど、何が言いたいのさっきから。その具体的に言ってよ、そのかわいそうとかよくわかんないし、その何が言いたいの、全部は覚えてないですよ。そう、何がしたいのか全然よくわかんないんだけど、何が言いたいんですか。足の裏か、何が言いたいの、俺にどうしてほしいの、俺がじゃあ何連絡すればいいの、俺の放送を見てくださいって、それがお望みなの。俺氏医師免許を必要になっちゃったね、問題になってるよ。面倒太郎さんがツイートで結構話してた。いや、ロックオンとかじゃないでしょ、意味が分かんない、言いたいこと。見なくなった人間に対してとやかく言うつもりないよ俺は。MacBook Air はどうしたの？いや、だから MacBook Air は編集用だよ、これ。前使ってたメインパソコン。サムネ作ったの。新しくサムネ変えた。あのね、はっきり言っとくわ。あの、リスナーが見なくなって悲しいとかないです。はい。子供じゃないんで。ないです。はい。毎日見なくなる人と毎日新しい人が入れ替わるだけです。ないです。あ、見なくなったんだで終わりだよ。あ、見てた人が見なくなったんだ、終わり、何もない。いや、いないでしょ、ゼロでしょ。そんなさあ、もう一日何千人俺の放送に人が集まると思ってんだよ。そうだよ、放送中に作った。自作だよ。自作です。あ、まだ決定ではないんだ。どうなるんだろうね、判決は。うん。いや、醤油さんは覚えてるけど、だけど、あのね、あの、覚えてますかって言うけど、あのね、あの本当になんか言いたくないけど、こういうことは、あのこういうこと言いたくないけど、もう流れだから言うわ。あのここに200人いるっていう自覚をみんな持ってよ。今リアルタイムに200人いるっていう自覚を持ってよ。あのみんなからすると一人一人、要は俺一人一人とそのやり取りしてる感覚なのかもしれないけど、俺からしたら200人相手にしてんのよ。一人一人のことを面倒見るなんて無理だよ。
無理だよ。で、サムネも変えられるし、名前も変えられるんだよ、みんなは。でしょ？そりゃ思い入れあるリスナーさんもいますよ。思い入れないリスナーさんもいますよ。誰だかわかんない人もいますよ。で、見なくなったとか僕のこと覚えてますかって言われても、その、依存したらダメよ。配信者に。初見さんいらっしゃい。配信者、その、じゃあ、その、覚えてもらうような、コメント書いてるのかっていうところになってくるから、醤油さんは覚えてるよ。覚えてるよ。そうだよ。俺は顔も、本名も、職業も、性別すらもわかんないんだよ、みんなの。例えばさ、じゃあ、アイドルがさ、地下アイドルでいいや。地下アイドルのコンサートに、1日、集客1万人ぐらいありますと、トータル。で、リアルタイムで200人の会場常に埋まってますと、10時間。1万人入れ替わるのよ。で、それは僕のこと覚えてますかって握手の時に言ったらさ、あ、毎日通ってくれてる方ですねって覚えてますよっていう人もいれば、それは普通商売だったら俺だったら覚えてますよっていうのが、それはセオリーだよ。アイドルの子だって言うじゃん。わかるよって、いつもありがとうって。そう言えやいいのかもしれないけど、言えねえんだよ俺は。わかんねえよおめえの名前なんか。知らねえよこの野郎。バカが。覚えてるやつは覚えてるし、覚えてねえやつは覚えてねえよ。俺はだから商売向いてないんだよこういうの。覚えてますかって、覚えてるわけねえだろ本当に。だから規模が俺の例えじゃん。俺毎日1万人ぐらい見るんだから。そりゃそうでしょ。普通に考えて。だから俺が覚えてるぐらいインパクトのあることやったのかって話になってくるでしょ。違うの？忘れられないぐらいのことやってみろって話だよ。いや、ぶっちゃけるしかないんだよ。いや、だから、いや、覚えてますよ。いつもありがとうって言っときゃ、それは安牌だよ。嫌われないから。でもできねえんだよ、それが。いや、いつもありがとうって言っときゃ、だっていつも見てる体で話せばいいんだから。でしょ？ありがとうって。もう、はぐらかすことができないんだよ。知らねえ、てめえなんかって。いやー、俺は向いてないと思うよ。アイテムもらえる配信者じゃないよ。だから、媚び売るのが嫌なの。生理的に嫌なの。格好悪いっていう。それが。それが格好悪いっていう風に思っちゃうんだよ。じゃあ、お前、セフィタンよ。お前、1万人とよ。やってみろよ、じゃあ。俺のポジションに来てから言えよ。俺のポジションに来てから言えよ。わかる？バカが。お前、ブロックな。俺と同じポジションに来てから言えよ、そういうことは。覚えてるかどうかあなた次第ですよって言えば、ああ、それが正解なのかな。あ、今覚えるんで花火100発くださいって言おうか。今から忘れないたびに花火くださいって。そう、覚えてくれないことが当たり前って思っといてほしい。あ、ジャクさんいらっしゃい、元気だよ。1万人がコメントするわけではないよ。ないよ。だから何なの？ 1 万人が来てることは事実でしょ。1万人がコメントしてなくても、1万人が来てることは事実だから。はぁ、めんどくせえな、こいつら。はい、こんにちは。まず覚えるために放送やってるわけじゃないですね。堀市の話題別にないよ。医師免許が必要だっていう判例が出た以上でしょ。控訴してんのかな？上告？いちいち覚えらんないよ。花火ありがとう。みーすけ、忘れないよ。
ありがとう。いや、いいの。別に、謝んなくていいよ。謝んなくていいけど、なんだろうな。なんだろうな。いつも思うんだけど、リアトツがあるじゃん。もうすごい温度差があるわけよ。その、もう3年見てるからね、こっちは、みたいな。俺にとっては初めましてだわ、永遠に。おー、温度差すごいよ。ワード!わあ、見てるよ。ドア、ワード!おー、ワード!ワード!どうも、はじめまして。今後ともよろしくお願いします。どうなると思う?どうなんだろう。どうなるんだろうな。法律でダメってなるんじゃないの。ダメってなったとしても裏でやり続けるんじゃないの。ニコ生時代ドラム視点に振り込んでたリスナーたちも覚えてないもん。覚えてないね。覚えてないね。だって匿名だもん。いやーもう辛いぜ。いや辛いぜ本当に。いや塩対応って言われるんだよ。いやーなんか。どうしたらいいの本当に。じゃあそのさ、その情報量が違いすぎるんだって。警戒心しかねえわこっちは。いやそんなそっけなくはしないよ。ありがとうございますってちゃんと言うけど、だからね、そのなんだろう、芸能界とちょっと違うのはそこが、なんか覚えてないって言わせないじゃんリスナーは。なんで聞くの。なんで聞くの。僕の小手半分かりますかって。あのね、腹立ってきた。旦那和道くん、俺の小手半分かる。分かるわけねえだろ。和道くん、あ、和道くん、俺の小手半分かる。分かんねえよ。分かるわけねえだろ。100% これ聞かれんの。ワド君、俺わかるって。なんでわかると思ったんだよ、バカが。わかるわけねえだろ。おめえの顔見んの初めてだよ。声聞くのも初めてだよ。俺は占い師か預言者か。なんで俺が小手半わかるんだよ、お前の。なんで聞くんだよ、わかんねえよ。いや、本当に聞くの、みんな。俺の小手半わかるって。いや、みんな聞くの。わかんねえよ。満面の意味でわかんないっすねって言うけど、ごめんなさいって、わかんないっすねって。じゃあ、会いに来て言うんだよ。しかも、和道くんって二言目で言うんだよ。おー、和道くん、俺の小手半わかる。わかんねえよ。もうめんどくせえ、マジで。いやー、まあわかるけど、亀仙人とか。亀仙人とか、愚のこっちはわかるけど。いや、わかんねえよ。何が正解かわかんねえよ、ほんと。もうリアトツほんとやだ。まるまるって名前でやってるんですがっていうやつほどコメント書いてないの。まるまるですやってるんですが分かりますかって聞くやつほど、コメント書いてないんだよ。分かんないっすねって話なの。
いやだからそれが正解なんだよ。初対面の人でも全ての人を覚えてるっていうのは嘘をつくってことね。要はファンサービスで分かるよ分かるよ、あいつもありがとね、よろしくねって芸能人がよくやるじゃん。初めて会うのに、あいつも舞台来てくれてありがとうとか言うんだよ。芸能人がよくやんの。もう要はファンである前提として対応するの。俺はそれができないんだよ。いやもう本当に嫌とつ嫌だよ。本当に嫌だ。ああ。日曜日？何？日曜日って何？カオさん。何和道さんに話しかければよかったって。どういうこと？どういうこと？日曜日っていつだ？何やったっけ？社会今調子悪い。あの、とやきでハゲ散らかしてるから。ふわふわさんアイテムありがとう。なんかあった？カオさん。日曜日ってなんだ？何やったっけ？日曜日ってなんかあったっけ？何やった？日曜日って何やってた俺。スケボーやってるよ。歌舞伎町にいた時ワイヤーでといたよ。うん。え、何？どっかですれ違ったってこと？うん。何？どっかで見たってこと？ミニ四駆やってるよ。風船ありがとう。あーめんどくせえ、マジで人間関係めんどくせえ、もうリスナーですら人間関係めんどくさくなってきたよ本当。西新宿で見た。あ、心ちゃんと心ちゃんの隣にいた子ってカオちゃんだったの？あれ心ちゃんと一緒にいた子？あれ、カオさんだったの？ココロちゃんの隣に、一人近づいてきた子はわかるけど、奥にいたのかな？別に。はいはい、カルンさん。はいはい、また来てね。バカありがとう。いやーもう、めんどくせえよ、マジで。いや、あのね、顔が割れてるって本当に生きづらいからね。顔が割れてきたって嫌だよ。なんか最初は良かったんだよ。もう嫌だ。顔割れるの。あ、心ちゃんの後ろに隠れてたんだ。あ、そうだったんだ。なんかオフ会だったの、あれは。乱行パーティー？それとも。顔割れるともうちょっとやだよ、ほんと。今まで一番失礼だったリスナーのトツなのかどうかわかんないけど、じゃあ再現してやるよ。再現してあげようか。すげえ怒鳴ったやつね。おおほおほおほおおほおおおおおお、うらーっ、おいおい、やってんだてめえ、ガチギレガチギレ、もう殺意湧いた。あれはマジで殺そうかと思った。いや、マジで殺意湧いた。おい、何やってんだ、てめえ、つって。いや、もう殺意湧いた、ほんとに。犯人やけ。しまいには言われた一言が、お前配信者だろ。あー、イライラする。
お前配信者だろって捨て台詞言われたからね。いや殺意湧くでしょ。帰り。いや回ってなかったかんね。あマジであれは殺意湧くよ。たださもう俺は殴れないわけじゃん。俺は住所も本名も顔も割れてるわけじゃん。相手は割れてないからどこの誰か分かんないから、だから不利だよ圧倒的。言われたよ、お前配信者だろって。あー殺意湧いた。それは切れるっしょ。マナーない人いるよ本当に。いやだからずっと写真撮られてんのよ。挨拶もなくよ、遠くからずっと撮ってんのよ。配信してなくても殴れないのよジャグさん。それが分かってるから、要はもう顔も本名も割れてるから、だからその強気に出れないよね立場上、うん、失礼な方っつうか、もう言いたかないけどさ、いい年こいてもだらしねえ顔してんだよもう服装も。要はパッパラパーなんだよもう。仕事もやってねえようなだらしねえ服着て、よれた T シャツとなんかジャージみたいなの履いてさ、サンダルの汚ねえ親父に、うん、いやだからさっき言ったじゃん、おいっつって、何やってんだてめえっつって、おいだよ。それはもう吠えた目の前で、てめえ何やってんだっつって。いやプロボクサーと同じではないけど、そのなんだろう、うん、だから、うん、嫌だよ嫌だよ。あと何が嫌だって、飯食ってる時とかどこの店に行っても電話が鳴るとビクってなるのが嫌だよねカメラ回ってないのにプルルってなるとピクってなるの、おーってピクって、おっておって、おーカメラ回ってねえやと思って、絶対俺じゃないみたいな。いやーもうほんとやだよ、ほんと気持ち悪いよ。前もあったなずーっとつけてくるおっさんいた。すっごいこんくらいのちっちゃいおじさんがずーっとつけてくんの。あーもう逃げて逃げてみたいな。隣にいた女の子にもうちょっと離れて離れてっつって、なんかカメラ撮ってくるかもしんないから離れてっつって、どっか行ってっつって、後で電話するからっつって、その辺歩いててっつって、俺が撒いたおっさんが、変なおっさん、変なおっさんがつけ回すとかあるんだよ、ニヤニヤしながら。半笑いなのか怖い、ずーっと半笑いで見てくる、怖えよ、うん、いやもうやられてみろってやら、いやこすごい嬉しい凸もいっぱいあるからね、全ての凸がそうじゃないから、それは誤解しないでよ。今その嫌だったことを語ってるから、すごい礼儀正しい人とか、すごいなんかもう本当にね、あの丁寧な人もいっぱいいるから。いやもう気持ち悪いジジイがさ、もうすごいいい人はいっぱいいるからね、ほとんどそうだからね。たまにいるんだよ本当、殺すぞっていうやつが、あーもうこいつ絶対アンチコメント書いてるっていうやつがいるの、こいつだっていうやつがいるのよ。もう逆に俺もう晒したいもん、そいつを撮って、逆にも写真でこういうやつが、こういう気持ち悪いやつがアンチコメント書いてんだよっていうテンプレートを出したいぐらいの。本当に俺はリアルで何回も会ってるからもう分かってんのよ、本当に気持ち悪いやつが気持ち悪いコメント書いてんの。これ石野ともプライベートでも何回も話してんだけど、かっこいいやつとか普通のやつって普通のコメント書くのよ。でまあ気持ち悪いやつとかバカとか頭悪いやつとかって、まあ見た目もそうなんだよやっぱり。あのまともなやつはまともなコメント書けるんだよ、
で、アンチとかやってるやつとかってもうほんとどうしようもないの。まあ、大丈夫かよみたいな。まあ想像つくでしょ。つかねえかな。つかねえか。俺らはもう職業病で大体想像つくんだよ、もう。オフ会はまあ毎回楽しんでるけどね。いや、きついぜ、本当に。働けって言いたいもん。本当に。これやって。どれ？おいで。いいよ。はい。そうされることをリスクって言うけど、なんか違うんじゃない？どういうこと？いや、配信者になるじゃダメなのよ。うん。配信者で、そこそこ有名になってほしい。本当に。最初は嬉しいの。最初は、ちやほや。あ、ゆいがアンチは美人っていうかね、ゆいがアンチは結構まともな人多い。売れてほしい、本当に。だんだん、だから最初だけなんだよ、本当に。なんでもそうなんだよ。最初だけなんだよ。だってさ、普通に買い物しててもスーパー行っても駅歩いてても声かけられるっていう生活想像つく。プライベートどころじゃないよ。そのどこを歩いてても人の目線が気になる生活ってないでしょ。そりゃ芸能人深々マスね、帽子かぶってマスクつけるよ。嫌だと思うよ。かないでしょ、想像。最初はだから、ちょっと有名になりたいからやってるわけじゃん。有名になりたいからやってるわけだから、その、あ、俺も有名になったなっていうのあるわけよ。ないよ。今。ない。パチ屋行ってたら、もう、リスナーだなって、声かけないけど、こいつ絶対リスナーだわっていうやつは俺わかるよ。なんか知んないけど、声かけないけど、全員半笑いなんだよね。半笑いでこっち見るから。見てるぜみたいな。なんだよ、その顔みたいな。もう見てるよ、お前のこと、みたいな。うん、俺、リスナーだぜみたいな。わかったから。わかったよ、つって。もういいから。わかったから。こっちみんな、こっちみんなだよ、ほんとに。こっちみんなっていうのをリアルにあんま使わないでしょ、うん、目線のアピールがすごい。目線のアピールが、そう、見てるぜ。愛の言葉さんいらっしゃい。あとさ、芸能人だったらテレビ出てるとかさ、格があるじゃん。その、歌手とかさ。俺らってさ、むしろ蔑まれてるからさ、なんつうの？俺らはいくら有名になったところで格下として扱われんの。わかる？なんとなく。そう、すごい人ではないんだよ、やっぱり。なんつうの？俺の方が偉いからっていう感じはあるん、伝わってくる。そう、マウンティングがあるんだよ、やっぱり。うん、視線アピールはまあまあまあそんなに嫌じゃないけど、あ、もう絶対リスナーだわっていうのはある、うん、目でわかる、うん、わかる。でももう引退しても多分無理だからね。ここまで顔、しかもね、これ以上に顔割れてくる可能性しかないわけじゃん、今後は。モラル、いや、モラルっていうか、だから、その、やっぱり愛があるかどうかだよ。そこに。何でもそうだけど。
愛情があるかどうかでしょ。だから腹立つのは冷やかしなのが腹立つんだよ、うん、冷やかしじゃなかったらさ、好感が持ってたら好感で返すのが普通に感情湧くのが普通じゃん。好意を持って接してくれたらさあ嬉しいなってまた放送頑張ろうと思うけど、明らかに悪意を向けてくるやついるから。いやあのね違うんだよ。捨て頃でびっくりしたのが、これのんちゃん現場にいたから知ってるけど、多分リアトツ一番多かったの俺なんだよ。それにびっくりした。要はツイキャスのイベントなわけじゃん。多分現場にいた人この中にもいると思うけど、あのこれ俺話持ってないよ。多分一番声かけられたの俺なんだよ現場で。だからそれにびっくりしたよね。だからそのあキャスの人でも顔割れてるんだと思って。そうで何割ぐらいだろう、7割ぐらい女の人だった、うん、もうマジだよ。会場行った人だったら絶対嘘ついてないよ。男の人もいたけど女の人が意外と多くて、写真撮ってって、うん、なんか意外と有名なんだなと思って、あれはびっくりした。俺全然声かけ、ドレさん一人も声かけ、ドレさん面白かった、ドレさん全然声かけらんねえよっつって楽屋でずっと愚痴ってんの俺。やっぱアドすげえなっつって、お前ニコ生やってたから知名度違うなっつって、俺声かけらんねえしグッズ売れねえよっつって、ライターいくつ売れたのっつって4個だよっつって笑ったよ。あれは、あ気さくは気さくじゃん、別にその邪険にはしないから声かけやすいと思うよ、うん、ただ女の人が多かったのはびっくりしたけどね、うん、いや気さくは気さくだよ、あの全然嫌な顔はしないから、うん、話しかけやすいんだろうね。でも最近ちょっと面白いのが、のんちゃんも有名になってきたからのんちゃんも有名になってきたからちょっと面白いんだよ、うん、だからそこは気使わなくていいじゃん、リスナーさんも。あなんか女の人といる、話しかけたらまずいかなとかじゃないじゃん。あのんちゃんだってわかるからねえのんちゃん、ニコイチだもんね、うん、はめないよ。それこそヒカルくんとか目当てでしょ、セブンさんとかイケメン勢目当ての人たち、うん、なんか固定のヘビーなファンっていうよりもなんかその配信好きな人がやっぱ声かけてくれるんだよ。長所なのかな分かんないけど、まあ声かけて嬉しいけど、たまにぶっ殺したくなるリアドさんもいるよって話だね、うん、ドレさんはグッズで苦い思い出多いな。札幌行くとき、あーライター募集は受けるよね。そんな普通に考えたら分かることなのにね。うん。でも一回なんかすげえね。俺中野坂上ってそこ最寄りの駅なんだけど、すっげえなんかドレッドヘアの、なんかすげえもうアーティストみたいな、レゲエアーティストみたいな人が近づいてくんの。そうドレッドヘアでもちょっとかっこいいの、なんかミュージシャンですみたいな、もうなんかなんつうのふわっとしたさ民族衣装みたいなの着たドレッドヘアのなんかお兄ちゃんって、もうラッパーみたいな、ラッパーなのかレゲエですみたいな感じの人が近づいてきて、タトゥーとか入ってたかな、要はもうイケイケな感じのちょっと細い感じの人が近づいてきて、何とか思った時、リスナーだった時はちょっと笑った、うん、あ見てます和道さんですよねつってえってそうドレッドっつうかなんつうのこうなんつうんだろう、そのレゲエっぽい感じの、そうジャマイカンレゲエっていうか、なんかもうミュージシャンって感じのなんかお兄ちゃんが、俺より年上なのか年下なのかちょっと分かんなかったけどそうそうそう、全然客層がわからねえと思ったよ。ミュージシャンなのかな。
あ、うなちゃんマンとか逆に芸能人とかでもうなちゃんですよねってわかるぐらい逆、もううなちゃんマン金梅さんだともっと上だからね。一般人よりも有名だから、そう、一般人より有名だけど芸能人が顔さすぐらいだからね。わ かんないよね。ヒカキンなんかすごいんじゃないの。街歩けないでしょ多分ヒカキンだと。もう知ってる人が声かけるとかいうレベルじゃないでしょ。ずーっと子供に囲まれるんでしょ多分。あと新ヤッチョがリアトツすごい。新ヤッチョはもうずーっとリアトツ、もう対応慣れてんの。それこそ俺はダメだ。もうなんかね、一周回って対応が分かんなくなってきたタイプ。新ヤッチョはもう神対応なのよ。こなれてる。あとヒカルくんすごいね。もう声かけた瞬間ステッカーどうすかこれマジだかんね。俺らもう何回見てもヒカルくんのメンタルすごくて、ヒカルさーんって、あ、どうす、ステッカー買ってください、嘘だろみたいな、もうほんと一言目に出るのがステッカーどうすか、商売人すぎるだろうと思って、どんだけタフなんだよと思って、あれは毎回感心するね。もうステッカー売ることしか考えてないっていう、まずはそこからだみたいな。いや、ヒカルくんのステッカーの売り方はえげつないよ、ほんとに。えげつないよ、ほんと。結構有名だもん。いや、ほんとほんと、もう、テルとかに聞いてごらん。テルジャンビンにヒカルくんのステッカーって、売るの早いって本当って。業界で有名だもん。二言目に、ほんとに、ありがとうございます。ステッカー買ってください。すごい、もうタフ。うん。目的がブレてない。そう、明確なの、もう。でも、ほら、それがさ、嫌な感じじゃないじゃん。ヒカルくんらしいじゃん。だから、声かけた方も喜ぶのよ。もちろんです、とか、あ、噂本当だったんだ、みたいな感じで、もうそれ自体がネタになってるけど、俺に言われたら嫌だろ。だから、キャラずるいわーって思うもん。俺だから、ステッカー買ってくださいって言わないもん。うん。言わない。一回も言ったことない。向こうから言われるまで出さない。絶対ステッカーありますかって言わないと出さない、うん、出せないね、うん、ステッカー買ってくださいは言いたいよね本当に。ステッカーどうすかみたいな、営業部なんつうんだろう、もうショップの店員みたいになってるからねあれはずるいよ本当に。羨ましいよな。あれ買っちゃうよね。だってもう声かけたら買わないといけないじゃん。そう、あれは買っちゃうよね。でも俺が言ったら嫌な感じじゃない？わかるでしょ、キャラ的に言えないって。だからキャラずるいわと思って。最近はあ、だからもう定番になってきたんでしょ、もう。うん、もうだからもうヒカルくんが言ってくるの前提で声かけてるんだよ。羨ましいもんな。なんかそういうなんかこうずうずうしくてもなんか可愛いってなるキャラは、許されキャラは憧れるよね。俺は多分一生無理だと思うよ。新ヤッチョなんてジャニーズのアイドルみたいだよ。ああすごいよね、うん、本当にジャニーズのアイドルみたいだよね。ほんとそんな感じ。ヤッチョはすごい。チェキ取るみたいな。いいよーとか。ヒカルくんの声真似で通用するかどうかだよね。うん。いいなー。好き嫌いが分かる。そう、俺自身が、それとも俺のリスナーが俺のことってこと？
俺好き嫌いとかないよ。っていうか会ったことない人に好き嫌いもねえよ。なんで会ったことないやつで初めましてって言われてお前嫌いだわって言うんだよ。どんだけサイコパスなんだよ。さすがにそれはねえわ。いやもう最近怖いもん。怖い。リスナーさんが怖い。キャラもあるよ。ヒカルくんはどんどん声酒焼けの度合いが増していくだろうから合わせていくの大変。そうだよ。和道さん、ターメする周囲や他者からの評価や好き嫌い。え和道さんにターメする周囲や他者からの評価が好き嫌い。和道さんに対するか。和道さんに対する周囲や他者からの評価。ああ、だから、まあ嫌いな人は声かけないでしょ。うん、嫌いな人は声かけないでしょ。あと声かけづらいオーラが出てるらしいよ結構。よく言われるのがその声かけづらいオーラが出てたって言われる。なんだそれ。うん、対するね、うん、声かけづらいオーラが何なのか俺よくわかんないけどよく言われるよ。もう関慎吾さんなんかね、お小遣いくださいはははって言ってもなんか許されるでしょ。慎吾さんとか、ヒカルくんステッカー買ってくださいって言ってもさ許されるし、慎吾さんにあお小遣いもらったはははって言えるよね。ずるいよねあれ。なんでリスナー怖いの。なん知らない人に会うの怖くね。チャマさんありがとう。怖いよ。知らない人から声かけられるの怖いよ。あるよ。いや、違う、あるっていうか、すごいコメントで嫌だ、俺が一番嫌だったコメントでこの前話したの、大水さん。あのね、俺がプライベートでなんかスーパー行ったり、東急ハンズで買い物したりとか、プラプラ買い物好きだから、ドンキ行ったりとか、いろんな店もあるのよ。で、帰ってくるじゃん。で、枠開くじゃん。あ、コメントになんて書かれたかってさ、あ、今日ご来店ありがとうございましたって。それ言っちゃダメなやつだろ。個人情報だろ。どこの店ですかって聞いたのに放送で。答えねえの。そのままコメントで打ち逃げしやがって。なんかすげえ嫌じゃん。なんだ、俺が、なんご来店ありがとうございましたって、なんかそれプライバシーだろ。絶対ダメだろ。なんでコメントで書くんだバカと思って。あれほんとちょっと嫌だったよ。なんで俺のプライバシー勝手にさらされてんだよみたいな。しかもどこの店の店員だよと思って。ずるいよね。同じことをしても叩かれる人いるよね。ていうかね、あの俺のリスナーさんとかとよく話すのは、その俺を叩いてるやつって俺に被害を受けたやつって一人もいないよねっていう話で。っていうか特に悪いことやってないよねっていう。そう、なんでこいつら和道を叩くんだろう、羨ましいんじゃないっていう結論になってる。まあそれはキャラだからしょうがないでしょ。恥ずかしいものなんか買った記憶ないのよ。だから俺風俗もキャバクラも行かないでしょ。で、行くとしたらパチンコ屋とスーパーと、まあ、ドンキとか東急ハンズとか、あとなんだろう。なんかもう、たかが知れてんのよ。服屋とか、コンビニとか。どこの店の店員だよと思って。怖いっていうか、なんだろう。怖くはないけど、別に。はい、いや。恥ずかしい、拒絶ではないけどさ、なんかその時に言えよって思わない。
あ、和道さんどうもってリスナーですって普通に言えへんじゃん接客中に。別に変なことじゃないから店長も怒ったりしないじゃん。ふわっちとかでめっちゃ貢ぐ人の方が俺は怖い。あーでもうちは花火師さん普通になんか経営者とかが多いから別に普通かな。逆に貢ぐ人の方がまともな人多いよあの変な話だけど、あの社会的余裕がかなりある人だからじゃないと、その精神的社会的金銭的余裕がないと人にアイテムあげることってできないわけよ。だからまあ経営者なりまあそのね旦那さん稼いでてお小遣いいっぱい持ってる主婦の方だったり仕事してる主婦の方だったりとか、逆に働いてないでアンチコメント書いてるやつの方が俺は怖いけど怖すぎるだろ。働いてないコメントはアンチコメント、アイテム投げないフォローもしないでも声かけてくる写真撮って怖いわ。そっちの方が100倍怖いわ。いやそうでしょ、職場でリスナーっていうのは恥ずかしかったんじゃない。リスナーっていうかバレてて、いや普通にいや今でも見てるけど、うん、全然同級生、小学校の頃の同級生も見てるし、だから感覚が違うんだって。もうびっくりしたもん、小学校の頃の小中で同級生だ、家近所だったその友達がいてね、幼なじみっていうかまあそんなに遊んだことはなかったけど YouTube で見つけたよっつって LINE 来てびっくりしたよっつって、でも普通に面白かったから普通に見てるわっつって、いやコメント書いてるよ同級生が、うん、そう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 、そういう方が怖いよ俺は。誰見てるか分かんないよ、そうだよ、うん、だからそれは覚悟してるよもう、うん、誰に見られてても別に恥ずかしいとかないよ。だからその別に俺チンコも別に見られてるわけだから、そのあんまり人と恥ずかしいっていう感覚違うかもしれない。別に何見られても恥ずかしくない。だからバンになるから出さないだけで恥ずかしいとかない。ね、生きててごめんなさいの状態だからね。覚悟とかじゃなくてそういう気質なんでしょ。別に俺全裸なれるもん、ならないだけで、バンになるからならないだけで、チンコ全然全裸に今すぐなれるよ。あ、変態なんだよ平たく言ったら。一度顔を出すと慣れちゃうっていうか、俺はだからそのリスナーじゃなかったの、もともと配信を一回も生放送を見たことなくて、生放送生主をやるのが最初だったの。だからその生主の文化っていうか顔を出さないで喋るっていうのに違和感があったかな。顔出しリスキーじゃないのとか言われたけど、なんで顔出さないのみたいな。見られるのが好きとかは別にないけど、だって別にチンコ見られてなんかある。チンコ見られたらなんかデメリットってあんの？何もなくない？得しかないでしょ見る方も見られる方も、見る方も見られる方も得しかないでしょ。しまっておいて大丈夫でしょ、うん、これだからカラオケ配信で全裸でキャリーパムパムを熱唱できる自信あるよ、うん、全然歌えるよ。
キャリー歌い切る。いや変態かもしんないけど、うん、気分が悪くなる。いや俺のチンコめっちゃ可愛いから大丈夫だよ。クレヨンしんちゃんとかそういうジャンルだから。喜びとかは別にないね、うん、だから恥ずかしさが極端にない感じかな。喜びとかないよ別に恥ずかしくない。踊るよ、忍者リパンパンだよさんとか配信者のモノマネまとめた動画を上げてほしいです。いやあげないかな。風船ありがとう。見たいけど番ですもんね。なんか検索したら出てくるんじゃないの、昔のやつか、芸人さんとかもそうだと思うけどね。チンコ出すのは別に出せますよって。ただ干されるから出さないっていう。楽屋とかその飲み会とかでは出してるでしょ。宴会とかね。解明したよね、見たことあるもんね。俺のリトルダディ。トイレ行ってくるわ。あれ鶏肉って冷蔵庫入ってる？入ってる。ああドキュメンタルね、面白いらしいよね。あれもともとあの千原せいじとガキつあのドキュメンタルの元ネタって、あの千原せいじの単独ライブの時に滑らない話をゲストで松本人志と対談するんだけど、その時に言ってたんだよね。あの何でもありで賞金100万かけてやりたいけどフジテレビじゃ多分無理だから誰かスポンサーさんいませんかって叫んでて、
で多分そのネットテレビが拾ったんだろうね。Hulu だっけあれは。ドキュメンタル面白いの？まだ見たことないんだよね。まあ松本人志は漫才師としてもそうだけど、企画の天才だよね。やっぱ企画の天才。アマゾンか、フールじゃないか。俺でも今回のその鮫島さんとの企画は結構考えてて、10人ぐらい配信者が集まったら多分1人参加費5000円ぐらいで、あのサバゲーのフィールドを貸し切れるんですよ。で各配信者はスマホスタンドにもうスマホとかをつないで定点カメラで自分の放送をやってもらうの。ふわっちでもキャスでもニコ生でもいいから。でそうすると10カメで見れるのよ、リスナーさんは。で俺らは普通にサバゲーやるの。カメラのポジション全員で覚えて、そうハイライトで。そうすると何がメリットかというと、大手とか過疎とか関係なく、このジョーズっていう企画、鮫島さんのジョーズっていうそのサバゲーの企画を全部定点カメラで好きな視点で終えるのよ。これ面白くない？だからこれだったら過疎でも売名メリットあるし、うん、いいかなと思ってて。その多角のカメラを有利に使えるっていうか。3が最高に面白いんだ。アマゾンプライムっていくらなの？月額会員。ちょっと見てみたいんだよね、ドキュメンタルは。まっちゃんの企画で一番面白かったのは何だろうな。面白いよね。やっぱガキのフリートークがなくなっちゃったのは俺はちょっとやだけどな。今着ぐるみ着てやってるけどね、あれはもうなんか、もうなんか慣れ合いっていうか、もうほんとダラダラしてて微妙だわ。ハガキのコーナーがすげえ面白かった。あのハガキ職人も腕が良かったし、年会費で4000円か、高いな。うん、はがきコーナー面白かったね。あれは3900円か。明らかに仕込みだったけど面白かったもんな。なんだろう、やっぱでもトークのイベントはやりたかったけどな。まだ諦めてないけどね。あ、普通にな、やったら面白いと思うんだけどな。まあ、今回ね、ゆいがさんが引き継いでやってくれる。ちょっと俺がやろうとしてたコンセプトはだいぶずれたけど、フリートークでやるっぽいけど、1ヶ月無料期間全部見れば。あー、ドキュメンタル。ただね、なんかね、中下りがすごそうな感じがして嫌なんだよね。編集されてないでしょ、多分あんまり。生放送っぽく垂れ流しでしょ。ダラ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 しそうで嫌なんだよね。テレビはちゃんとね、振りと落ちと。あー、でもやっぱクレイジージャーニー好きだな、最近のまっちゃんのだと。クレイジージャーニーはめちゃめちゃ面白
多分ね、あれ松本慎介の時、慎介が話してるのが元ネタなんだよね、クレイジージャーニーは。だから変な人集めて番組やろうっていう。編集されてる？大丈夫？でもそうなんだよね、ドキュメンタルみたいな企画見てないからあれなんだけど、あっちの方が多分芸人の本当のポテンシャルは出やすいよね。さすがに編集してるか。ああいう方がね、多分その芸人の本当の力とかその出やすいと思う。うん。いや、楽屋芸を見せるって感じだ。楽屋でも仕掛けるから、楽屋芸人っているんだよ。楽屋が面白い人っているの、本当に。なんかテレビ出た瞬間つまんなくなるっていうか。ゴンザレス企画って何？あの破天荒田中の企画シリーズ好きだったな、ガキ使の。田中の企画知ってる？田中がやさぐれるっていうコントがあるんだけど、あれはめちゃめちゃ面白かったね。田中たまーに面白いんだよね。あのひょいね、やっぱ役者なんだろうな。あのキャラをさ、ふわーって降臨させるとすげーハマるんだよ、田中って。田中は役者気質の芸風だよね。なんか田中がすげえ荒れてるの、ココリコの田中が。そう、歯が汚くて爪がなんか、うえぇうえぇってコンビでうんこずれしてたりとかで、カップラーメンとかタバコの吸い殻とかすげえ散らかってたりとか、爪がすごい汚いので、なんかもう超破天荒の、俺プライベートではこうやでみたいな感じで、なんかあのメガネの洗浄機の水とか勝手に飲み出すの。あとパチンコ屋の自転車とかガッシャーンとかいきなりなんかうらーとか言って、あれは最高だったよ本当に、うん、で急に泣き出したりするの、なんかすげえ面白かった。ガキ使もさ、でもさ、笑ってはいけないシリーズとかさ、罰ゲーム企画、あれゴールデンに行く前が面白かったよね。あのあれが面白かったな。あの温泉旅館、あの怖い系のやつが面白かったね。湯河原のやつ。
さ、五関慎吾さんの部屋の中はさ、中学生、中二病とかじゃないんだ、もう小学生でしょ。これ。これ本気だかんな。やばくないこれ、小学2年生の部屋でしょ。なんでこんな子供なんだろう。同い年と思えないんだよね、慎吾さん。子供の心忘れてねえよな。いいよな、なんか。ほんとピュアだよな。じゃあ今日の放送終わりにします。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねん。もう